しいな欲しいな、できたて、いい一年でした、いい一年でした。餃子パン、あの、ゆいお年よ。マリコ、マリコです。姉さん、あげー、そしてオレ。私たちさ、うん、今年、はい、新メンバー2人加入してもらって、ね、で去年はね、うん、もう3人入って、うん、まあ、年下のメンバー5人でお姉さんメンバーの5人の10人で頑張っていこうよみたいな感じだったんですけど、まあ、シンデレラタイムというものがありまして、はい、このね年越し生放送は 2分の1でお送りしております。一気に半分一気に半分なんか懐かしい気持ち、ね、今からも何ら変わんないのよね。上手それはね、やっぱりあの年齢的なね問題もありますんで、それはまあまたじゃあ来年と、いやもっと来年になるとココナが入る、あーそうなのかとかね、とかあるんで、まあ、完全に我々来年もやる気になってますけど、やります、やります。かっこいい、誰これ誰、かっこいいだけど、あのね、CJ も一番出来上がってたよね。すごい、見てドローン、ドローン、見て、使い方おかしい、すごい、なんか力が入る、題してエビゴジュー、めっちゃかっこいいじゃん、すごい、こういう感じ、これ今ウォーミングアップの、桜井という、この2人とかじゃなかった、そうだよね、いや当たり前にこの2人ですよね、皆さん本当に、おかしくない、もう見なくていいんじゃない、さっきからないもん、師匠なんてさ、ベンチコート投げたのにあれですよ、決めてたのに、何がおかしいでしょ。でも、ね、正直私たちの中で予想を立てた時も、あの最下位は同じでした。あ、なんかあやちゃんか、うん、ゆうのかどっちが遅いって言って、うん、私とね欲しいなりかけてたんだよね。なるほど、かけてたのね、かけてたの、早い早いですよ皆さん。まだわかんない、まだわかんないね、まだわかんないね、わかんない、ちなみにどうでした、まあ、あの 50m、うん、
走るということに言われた時、言われた時、言われた時、え、嘘だろ、久しぶりでしょ、嘘だろ、だってなんで10個下と同じメートルを現役の、ね、現役10代たちとね、そうだよ、学生は走るけどね、大人になったら走らないからね、そうだよ、大人になって走るとあの大事になるからね、そう、大事になるから、次の日ちゃんと筋肉痛きました、はい、来ました、いや次の日なら良かったですよ、もしかしたらこれ次のね結果のあれにもなるかもしれないけど、筋肉痛出た人誰、はい、はい、おなんであれ、あれ、あれ、普段から走ってるから、あ、そうだよ、そうだよ、そうだよ、逆にそうだよ、そうだよ、走り込んでる、運動してるからね、走り込んでるかもしれないよね、運動してるからね、まあ多分新庄とかマリコは大体月間で200キロぐらいはもう走ります、余裕じゃん、余裕すごいな、まあまあまあ、ぜひ参考にしてください、今の段階でどうですか姉さん、大体、いやでもそうですよね、なんか欲しいなと、スビエがなんか強そうだけど、でもここはやっぱあえてまだまやまやも信じてきたサイドバックでめっちゃ走ってましたからね、そうだよね、そうだよね、姉さん全然ね、あの他の人たちには声あの出てこないけど全く信用されてないですよ、ね、なんかね、マリコとかは、うん、なんかそのステージとかで見る感じのマリコはなんか すごいよね、あのいつも大きく動いてるじゃないですか、そのうなんかこう動きが大きい分、うん、ちょっと人より遅いのかなって、うん、こんなんだちょっとそう楽だね、ありそうだ な, なるほど、ね、まだでも分かんないね、まだ分かんないよね、まだ分からない、まあまあまあそんなことでございまして、はい、さあそれでは皆さん、はい、間もなく2022年も終わろうとしてますよ、そして間もなくね0時を迎えようとしてるんで、姉さん あれですか、ね、もう一つこう VTR をちょっと見ていただいて、さらに皆さんに予想を深めていただきたいと、わいうことで、じゃあマリコお願いします、優勝するのは私だ私だVTR どうぞ、すごい何年ぶりかに 50m を走るって言ってちょっとドキドキしてます、まあ、その星奈美玲 VS 風見野乃花かなっていうのがあって、でも美玲ちゃんはもう動物で例えるとヒョウなんですよ、あの追っかけられるとひとたまりもない、あ、これは野生動物に襲われてるんだっていう気持ちになるので、ぜひちょっと今回風見がその餌食になるんじゃないかって楽しみに、はい、しております。でもリレーの選手だったんですよ、小学校の頃は。でも多分タイムが速いんじゃなくて立候補してなったから、多分速いんじゃないんですよ、ただ自分が選手になりたくって、まあ姉さんメンバーとかは誰が速いとか分かるんですけど、みんなでね走ったことがないので誰が1位になるか分からなくて楽しみ。私はずっと平均を歩いてる女なんで、今日はそれを上回れるように、なるほど、頑張ります。なるほど、 8.1 秒で本当に平均の女なんですよ、だから今日はそんな女じゃねえぞってところを見せつけたいなって思います最下位にならないように頑張ろうと思っています。手強いのはののかかみれちゃんだなって思ってて、で今回目標にしてるのがあやちゃんに勝つことで、あやちゃんに勝てるように頑張ります一応私みれちゃんをちょっと抜きたいなと思っていて、すごいひょうっていう噂を聞いたので、そこにひょうより強いのは何ですか、トラスかね、早いのはでも多分チーターとかが、チーター、じゃあ地上最速チーターで、チーター宇宙のチーターになれるように頑張りたいと思います。ちょっと最近全然走ってないので転びそうで心配です強敵でもやっぱののかちゃんとみれちゃんが早いって聞いてるので
あのお姉さんメンバーは私が運動神経悪いってバカにしてるので今日は見返せるように頑張ろうと思います。いやでも若さじゃ勝ってるんで頑張ります。あのはい、6位ぐらいにはなりたいです。私もサッカーやってたんですけど、ポジションがサイドバックっていう、足が速い人だからこそなれるそのポジションにずっとやってたんで頑張ってスプリントしてると基本的にシャブボタには強いので、ね、今日も絶対1年じゃないかなと思って。ライバルですか？ライバル自分自身でもやっぱ戦いスポーツっていうのは1年前までのメンバーだったら早かったんですけど、ちょっと今回は新たな敵が現れたので風見なのかっていう。あー、なるほど。なんかちょっと煽られラインが来ましてですね、みえちゃんも足速いって聞いてますけど絶対勝ちたいんで私前の日に練習するってラインが来たんですけど、ではないことはちょっと分かった、ね、あいつ立ってるのが精一杯なんですけど走る以前にね後ろに行っちゃってたからねもうね。ほんとあの映像だけだったら師匠早そうだよね、早いんですよ早いんですよ早いんですよ早いか、しかも、ね、というわけで意外とマリコもリレーの選手だったっていうところそうなんですよ、リレーの選手でしたよだからね、うん、あれはでもリレーの選手選ばれたわけじゃなくて立候補でやりたいです走らせてくださいってどうして、ね、やってみたかったやってみたかったんだね、というわけでグラフがね今出てきた、はいはい、あーやっぱり欲しいなとスビエだ、ありがとうございます皆様本当に清き一票ありがとうございます清き一票が、ね、私絶対に勝ちたいと思います、どっちがちょっと上なのか、欲しいちょっと上なのか、そうだね、そうだね、コメントとかでは、はい、のんちゃん超速そうな雰囲気あるな、確かにね、確かにね、とかね、なるほどなるほど、はい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 、まあ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 、はい、じゃあそんなわけでございまして、おいおいあの本当に決勝のニュースがあるのでちょっと楽しみにして、ね、さらに投票してもらいたいと思います、はい、というわけで、うん、じゃあちょっとまた CM でございますけども、じゃあ餃子パン、うん、お願いします、はい、では皆さんも一緒にできたてできたて一旦 CM でーすできたてできたてできたてえ7秒1、2ぐらいって早いの？早い、女子で女子で7秒台の前半は相当早いです、うん、早いですよ、じゃあ嘘かなあれわかんない、まあそんなの踏まえつつ、まあ、はい、最終的にねやはり欲しいなとスビエが、一騎打ちだね、一騎だね、くそ皆様ありがとうございます、伸びなかった、というわけで
姉さんはじゃあ最終的にいろいろ考えて、はい、花道お超ダークホースだね。そうです、超ダークホースで、しかもあの別になんかまっすぐ走るとかルール言ってなかったじゃないですか、うん、花道が周りを蹴散らして1位になるんじゃないかって。戦いがね、戦いがスポーツマンシップとかないのそこに。ないだってだそんなルール誰もないです、ないです、うん、あそう締め切りまで1分だった。締め切りまで1分、ちょっと鉄パイプのマミが出ましたね。そうですね、マミの本能がね。インタビューの時も結構勢い強かったからね。確かに花道と師匠はなんか格闘技のインタビューみたいな、ね、真剣だからね。どうなるのか。というわけでじゃあ皆さんの予想の方はね、まあ、こんな感じで、うん、まあ、大体こんなんじゃないかと、はい、あと30秒ですね、お、やっぱり少ないな、師匠。でもやっぱり、ね、本当に優勝したらみんなどうすんのよ。確かに確かに何でやってもらう視聴者に史上最大の番狂わせが。そうだよ、意外と。それこそ国民とかもだしね、あの合詞だけど星名に投票って。あ、すみません、あれ信じてよ。意外と、ね、投票は投票として、うん、まあまあそんだけど、ああついに締め切らせていただきましたということですよ。ありがとうございます。まもなく出走ということですね。はい、皆さんの予想は欲しいなね。楽しみですね。じゃあちょっと皆さん、うん、あドキドキする、見てます50m あっという間すからね。まばたきする暇ないっすよ。ないですよ。というわけでじゃあ師匠、はい、お願いします。それでは運命のレースご覧いただきましょう。この結果信じるか信じないかはあなた次第。あなた次第。都市伝説みたいになってるから来るか来るぞ。緊張する、結果分かってるから緊張するよね。めっちゃ緊張したもんね。めっちゃ一番緊張したな。1位だったんですよ。いや今何言ってるの。いや非常に悔しいですね。何をやったんだって自分は。本当になんかこうネットリックスとか見てダラダラしてた1日ずっと多かったかなって最近、まあ、でも気持ちでは1位でした。私はあの諦めない心っていうのはやっぱり大事なんだなって。まだ体力衰えてないなって、若さだなって思いました。楽しかったです、ね、楽しかったです。運動神経いいって証明できたので良かったです。頑張ります。
しかったね。ねーうわーと思った。あ、待って遅くなってる足。そうなんだね。そうそうそうね。ミレンちゃん。花道全く一緒だった。嘘。そうなんだ。まあ中間ちょっとぐらい。わー、今ね今きついなこれ。師匠の服全然。これで結局ね、なんかののかとその後 LINE したんですよ、普通に喋ってて、ね、その前日からの流れで、でそれでなんかいやミレイって家族の中でも話になったんですけどみたいな、うん、10歳上のミレイちゃんがあのギリギリって本当にすごいと思いますみたいな褒めてくれたの。あで、なんかちょっとなんか ありがとうみたいな、いじられてる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 の、ありがとうって。でも、うん、10歳差の代償が来てて、私今すごい筋肉痛なんだよねって言ったら、うん、私は全然ないですみたいな、うん、やっぱそれが実際差の差だねみたいな言ってたら、うん、でもすぐあの次の日に来るから大丈夫ですってなんか謎に励まされていじられてんの、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 いじってんの、いじってんの、ねえのんちゃん、でもいい勝負だったね、本当に。いやいい勝負だった、全然分かんなかったもん、あのこっち見せたら星名とスーブイヤ全く同じ感じで感じた、ね、俺から見たら俺、はいはいはい、というわけで、はい、じゃあ見事ですね、スビエに投票してくれた方、 おめでとうございます。おめでとうございます。なんとですね、あの先ほどお伝えした通り、あの例 あのベンチコートサイン入りのね、あれを1名様に、差し上げるんですが、はい、当選の結果は、発送をもって返させていただきます。というわけで、じゃあ一旦 CM 行きますか。行きません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 。せっかけて行かないで。YouTube のコメント。コメントを。コメントをね。あ、みんなどうだったかな。名勝負だったね。だって。あ、名勝負、名勝負。チーターさんおめでとうっていう。ね、ちょっと古いけど、カール・ルイスとベン・ジョンソンみたいな感じだったよね。すごい、推しを信じてよかったです。おお。ねえ。のんちゃん早かった。ねえ、のんちゃん早かった。そう、だいぶね、欲しいな先行してたんですよ。うん、VTR あの、見せたら。で、あっと思ったら、スビエが後ろからブワーってこう、加速してきたもんね。加速してきた。ね、これ言い訳するわけじゃないけど、やっぱ10年ぶりに走ると、走り方忘れるんですよ。走ってる途中に。そのスタートダッシュ良くても、なんか、前傾なんだね。あの、あれ走るって足をどう前に出すんだっけみたいな、思った。走った瞬間体が重すぎて、なんかもうダメだと思った。ちなみにマリコは何から逃げてたの？いやいやだ、やめてみたいな、もう何かに追われてたずっと。それで楽しくなっちゃったの。マリコとかもでも早かったよね、本当ね。うん、まあ、ちょっとあのね、あのスピード欲しいのはちょっと別格だったけど、第2チーターが現れましたね。あと師匠が惜しかったんですよ。バーチャル人師匠めちゃめちゃ惜しかった。師匠の走りが面白かった。師匠まっすぐ走れてなかったもん。傾いてたんだからね。じゃあ一旦 CM 行きますか。はい、じゃあエビチューちゃんでお願いします。せーの、 CM だ。ビュン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 。うさぎだ、うさぎ年だからね。うさぎ年だからね。どうぞどうぞ。わー、 CM のよよよよよよよ。はい、というわけでございまして、明けましたね。壮絶な年明けだったね。姉さんのジャンプに始まって、俺なんか旅人みたいになってる最後ね。俺50があって、エビ50も50もあって、めちゃくちゃして、さあ、というわけで改めまして2023年になりました。なりました、なりましたね。やっぱこうやって年明けるとですよ、やっぱりね、抱負みたいな、はい、あ、いいね、あるある。まさにだってあるある、開けたばっかりだから。すごい、今日できたもんだね、あなた。もう眠いん
か朝からずっとこうなるものすごい欲しいのが今日ガヤ芸人プリを発揮してるのねひな壇の2段目だから2段目だからねそうちょっと大きい声張っていかないといけないからねマスターに対抗してそうそうそうでやっぱまさに抱負って多分どう考えたってこれ生でやってるわけだから、はい、一番最初にこれ出す抱負ですよねそうですよね今年になって、はいというわけでまずエビチューちゃんの、はい、今年の抱負今年の抱負はこちらです、はい、ダンまだまだ売れてお金持ちになりたいなわーいいよお金持ちになりたいなりたい向上心はい私たち の楽曲で売れたいエモーションって楽曲があるんですけれども、はい、それにちなんで、ね、まだまだ売れたいっていう気持ちを込めまして、まあ、免許は持ってないかもしれないですけどなんかものすげえ高い会社とかで館内デビルにこうバイクを左ハンドルみたいなやつねおい何どこのどこのみたいな夢だね目指そうかな目指そうまだまだ売れて、うん、いやいいですよ向上心、ね、向上心左ハンドルはねこれをパコンと割るわけですよ、ね、最高楽しみじゃあ、ね、今年もね、はいまあ、皆さんもいい年でありますように願いを込めて、はいはいはい、まず歌と踊りを披露して、はい、鏡開きみたいな感じなんで新年初、じゃあお願いしますそれよいしょそれはい、ゆくデビルはい、くるデビルゆくデビルくるデビルもう一回、ゆくデビルくるデビルほら、ゆくデビルくるデビルそれはっしょいわっしょいそれ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 わっしょいわっしょいそれそれどうしよう。めでたいね。めでたい。めでたい。めでたい。いい年になりますね。わっしょい。わっしょい。それ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 。わっしょい。わっしょい。それ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 。わっしょい。わっしょい。はい。じゃあ姉さん。はい。じゃあ今年もいい年にしましょう。